豆腐はレンジで加熱して粗熱を取るんや。舞茸は手でほぐすんや。フライパンにごま油、おろしニンニク、おろし生姜、豆板醤を加えて弱火で炒めるんや。香りが立ってきたらツナ缶と舞茸を加えて混ぜ炒めるんや。調味料を加えて、普通に豆腐を手でちぎり入れたら混ぜて一緒に炊き立てるんや。水溶き片栗粉でとろみをつけて、塩コショウで味を整えたら、お皿に盛り付けて、刻みネギを散らして完成や。